立花さん仕事慣れたあ,あそう <laughs> なんか分かんないことあったら何でもおじさんに聞いてハハ <laughs> 俺俺今年で38いやもうおじさんだよ38なんて多分このまま一人で死んでっからさ <laughs> いやいや本当に本当にもう分かってっから誰 <laughs> 俺彼女なんているわけないじゃんこんなおじさんにどうやったらできんの彼女なんて <laughs> もうそういうのももう全部忘れちゃったよ <laughs> 俺はもうおじさんだからさあの橘さんみたいな若い人たちがもう楽しく仕事してくれればそれでいいの <laughs> <laughs> 橘さんコピー用紙あそこあったでしょ分かった場所あーよかったよかったよかったええ全然全然全然本当わかんないことあったら何でもおじさんに聞いてほ <laughs> ら橘さん美人だからさ他の若い男の社員に聞くと勘違いさせちゃうかもしれないから橘さん 橘さんさ、TikTok とかってわかるうん、そうそう、あの TikTok ほら、俺おじさんだからさ、そういう若い人たちのやつよくわかんないんだけどなんか最近ってあれなんでしょなんか、企業とかもアカウント作って TikTok でなんか、宣伝とかもしてるんでしょあやっぱそうなんだよねああいや、なんかうちでもね、もしかしたらそういうのやろうかって話になってんだけどそこら辺の話をちょっと橘さんとかに聞けたら嬉しいなと思って あ,あんまわかんないああ、でも大丈夫大丈夫。あの、ほら、言ってもおじさんたちよりは絶対わかってると思うから。<laughs> もしさ、今日この後仕事終わり時間あったら、ご飯でも食べながらそういう話ちょっと聞いたりしても大丈夫かな <laughs> もしあの、彼氏さんとの予定とかあるんだったら全然無理しなくていいんだけど。<laughs> あ、彼氏との予定はない。あ、そうそう。あ、彼氏はいるんだ。あ、いるんだ。<laughs> あ、じゃあ、大丈夫ってことね、今日ね。あ、オオッッケーケーオッケー,オッケーあ、じゃあ、後ほどね。ありがとうね。ははは。はあ、そうか。そんなしょっちゅうとなったりするんだ、彼氏さんは。そうか、それは、なかなかだね。はっはっは。んあ、TikTok、TikTok の話はね、とりあえず、うん、いいの、いいの。あの、ま、あまだ決定じゃないというかね、あの、 まあそういうのやったらどうなんだろうねっていうぐらいのところで止まってるからまああの若い社員たちに各々のまあヒアリングというかね、うん、聞いておきましょうっていう話になってるだけでうん多分やんないあの感じは <laughs> そう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 ,そうか彼氏さんなうーんまあほら俺みたいなおじさんはさ橘さんとか彼氏さんも若いじゃんその若い人たちにはやっぱこうね幸せになってほしいななんてこう親目線じゃないけどさ思っ <laughs> ちゃうんだけどねうんただ うん経験上から行くとね、経験上から行くと、変わんないだろうな、彼氏さんは。<laughs> やっぱ人間もっと生まれた性格っていうのがあるからな。絶対とは言わないよ。絶対とは言わないけれども、ー俺は変わった人は見たことないな。<laughs> うん、<laughs> あまあ、立花さんも若いからさ、そのうち、なんだろうな、自分にとってどういう人がいいのかっていうのは、 まあ分かってくるんだろうけどね、うん。まあ、どっかで決断しなきゃいけないときは来るんだろうなぁとは思う。俺、う、は、ん、<laughs> ほ,ほら、あの、彼氏さんとか知らないから。彼氏さんとは知らないけど、あの、立島さんのことはね、一応ね、まだ付き合わせやけど知ってるわけじゃん。だから、立島さんに対して情あるから、うん。彼氏さんはよく分かんないんだけど、立島さんに幸せになってほしいっていう気持ちがあるから、立、うん、島さんの幸せになる形はどういうのなんだろうなと思うと、うん。 <laughs> うん、正直、正直彼氏と、うーんあ、別れた方がいいとは言わないよ。さ <laughs> あそんなことは言わないけども、うーん、まあ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 、言わせないでよ俺にそんなこと。タ <laughs> チさん、おはよう。 彼氏さんにどこ行ってたのとか聞かれなかった。<laughs> 立花さんにそんな興味ないの。<laughs> <laughs> <laughs> それはそれでな。<laughs> まあ、また話そう。<laughs> い,やい,やい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 や。いや、俺からどうなの。彼氏さんとうまくいってんの。うん。あ、いいのいいの。仕事の話しつてたけど、いいのいいの。あのー、うほ、ん、ら。やっぱ人間だからさ。 プライベートがあって仕事があるから。うん、プライベートが充実しないと、やっぱ仕事にも影響しちゃうしね。うん、こういう話も大事だと思ってるから。うん。俺結構ね、いろんな社員のね、恋愛事情とか知ってんだよ。うん、結構相談受けたりしてんの。俺、ほらやっぱおじさんだからさ、みんな言いやすいんじゃない多分ね。<laughs> そ,うそ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 う。あの、守秘義務があるから絶対言えないけどね。これだけどね。<laughs> で、どうなの彼氏さんはあれからなんか変わった変わんないだよね。<laughs> だと思った <laughs> だから言ったでしょ <laughs> でも立花さんは別れる気はないでしょだよね <laughs> そうだよなうんまあだから考え方だけど立花さんももうちょっと肩の力を抜いた方がいいかもね そうん、そう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 、なんかそう、なんかあんまり深く考えないというかね、重く考えないようにするというか、うん、まあ、彼氏があんな感じだったら私ももう適当でいいや、ぐらいの、そう,そうそうそう、そう、分かって、分かってんにはやっぱ、立花さん頭にしたから分かってる。そうそう,そう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 、うん、そうなんだよ。まあね、ちょっと遊んでみるとかもいいかもね。うん、あ、じゃあ、どうだろう。なんか、この後、あれ、なんか、ちょっと、え 休憩できるなとこ行く？<laughs> 行かない？キモい？<laughs> 何がキモいの？いあそこの綺麗なベンチ行こうと思ったのに、いい公園のさ綺麗ななんかベンチで休憩できるといいなと思っていう <laughs> 何がキモいんだよ。<laughs> おはようみよしさん仕事慣れたどこ行くの誰かから何か聞いた <laughs> <laughs>